ニーウアムステルダムオランダ内の位置ニーウアムステルダムはオランダドレンテ州の村である。1850年アムステルダムからの入植者たちがこの付近のデータン地を買い取り自分たちの町の名前を取ってアンスターダムスチャベルドと名付けた。そして数年後にその近くに作られた植民村がニーウアムステルダムと呼ばれることになった。この村はデータンの取引で急速に成長した。 カリフォルニアのゴールドラッシュになぞらえて、ドレンテ州は、ドレンツカリフォルニアと呼ばれた。この村の発展には、フェルレングデホーヘフェ,フェンセファールトと呼ばれる運河沿いにある、ことが有利に働いた。フィンセント・ファン・ゴッホは、1883年秋に、ドレンテ州を訪問した際、ほとんどを、ニーユー・アムステルダムで過ごした。ゴッホが泊まった家は、今日、ファン・ゴッホの家として知られている。 近年、エメンの基礎自治体政府がこの建物を撤去しようと、したが、間際になって、計画は撤回された。現在、レストランと博物館が入っている。ニーユアムステルダムの羽橋は、この地に滞在中に制作された中で最も有名な、作品である。オランダ鉄道のニーユアムステルダム駅がある。ありがとうございます。